さあ始まりました。映画を語るライブトークショー、シネマトゥデイライブでございます。吉本芸人セブンバイセブンの宮平と玉木です。よろしくお願いいたします。お願いします。さあこの番組はですね、はい、映画に携わるゲストの方をお招きしましてライブでお話をお聞きしていきます。ゲストへの質問などございましたらぜひ YouTube のチャットの方でお寄せいただければと思っております。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ本日のゲストはですね、5月28日に公開されます映画、犬王の湯浅政明監督にお越しいただきました。湯浅監督よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ新末デーライブでは、はい、2回目ということで ね、 そうですね。湯浅監督は、まあ、1回目というか、はい、リモートで、はい、リモートのコロナ禍だったで、はい、日本沈没のね、はい、作品の時にいらっしゃいまして、はい、その時はリモートだったので、うん、私たちもお会いするのは初めましてでございますので、はいはい、よろしくお願いいたします。はい、さあ、はい、この犬王ですけども、ベネチア、トロントなど 10カ所以上の国内外で映画祭に上映されたらということですけども、うん、はい、海外とかの反応とかも聞いたりしますか？そうですね、帰ってくる感想と言葉なんかはすごくすごい感動したみたいな感じなんですけど、意外と劇場で見てるとみんな静かというか柔らかい感じで見てるんで、どうなんだろうな、もっと動くと思ってたんですけどね。海外の感じで行くと、なんかもっと乗るんじゃないかとか思って見てたんですけど、はいはいはい、まあでもお調べて帰ってくる感想はすごくいいものが多いですね。まあその音楽を中心にね、こう、うん、作品が動いていく感じですけども、うん、やっぱあれですかね、うん、日本人もその海外の映画見るときにやっぱ字幕を追うじゃないですか。はい、意外とその音楽に乗りたいけど、意味は何だっていうところも結構、そうですね。だからこれ日本語なので、はい、歌詞を聞き取っていただけると、はい、でストーリーがあるんですよね、うん、歌がその時の瞬間の言葉じゃなくて、うん、ストーリーを展開していく、歌でストーリーを展開するので、はいはいはい、曲を聞いてもらえるとよりなんか曲に乗れるんじゃないかなっていうふうに思いますね。確かに確かに。さあ、今後世界最大のアニメーションの祭典、アヌシー国際映画祭での上映も控えていると。そうですね。はい、世界最大のアニメーションの祭典みたいな感じですけど。僕初めて聞きました。アヌシーっていうの、はい、言葉自体も初めて聞きました。一応権威的には最大のアニメーションの賞と言われて、何年か前に僕そこで一番印象をいただいたりなんかしていて、今回割と全編的に参加しながら犬王も上映していただくっていう風な感じになっています。招待な感じで。そうですね。それは日本でやる映画祭じゃないですよね。あ、そうですね。フランスのアヌシーっていう湖畔にある綺麗な街で、街でやる感じですね。すごい。なんか勝手ながらそのフランスでって言ったらカンヌとか。あ、はい。そうだね。そうですね。やっぱイメージしかなかった。もともとカンヌ映画祭にあったアニメーション部門が独立したのがアヌシー映画祭。あ、そうなんですね。はい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 。じゃあもう撮られているということで、監督にとってアヌシー映画祭って、もう第二のふるさとみたいな、いいところ。まあ印象ですけどね。皆さん優しいですし。あ、はい。フランスの方々って結構どうですか？その映画に対してこうなんか辛口だったりとかそういう感じですか？そうですね、割と寛容なイメージがありますね、はいはいはい、意外となんかその国に合わせないと意外と見てくれないみたいな話がありますけど、はいはいはい、それはなんかそういう海外の文化をそのまま受け入れようとする雰囲気があると思いますね、多分アニメーションでもメゾン一国みたいな畳物って言われるものを最初にこう評価してもらったなんかフランスだったりしますね。フランスって結構その日本のアニメとかって結構見られてるっていう。そうですね。でもファンの方が多くて一般にはまだまだじゃかもしれないですけど、やっと宮崎駿さんとか、はいはい、細さんが認知されてきたっていう感じだと思いますね。でも漫画へのリスペクトも高いので、はいはいはい、谷口二郎さんの漫画をアニメーション化したりとかフランスでやっていますね。今監督からね、メゾン一国がそのフランスでっていうの、うん、すごいこう伝わるのかなってちょっと不思議だよね。確かに確かに。そうですね。大概昔だとそういう日本的なシーンをカットしたりして、はいはいはい、別のものに差し替えたりして放映してたんですね。へえ。フランスはそのまま見て評価して人気があったっていうことです。いやちょっとなんかすごい嬉しいですね、うん、日本人として。確かに。京子さんとかがすごいこう響いてるってことですよ。そこが評価されてるかどうかわからないけども。あ、すごい。ああいうのが伝わるというか。伝わるということですかね。知りたいっていう欲もあるかもしれないですね。はい。さあそれでは、はい、早速犬王の予告編の方をご覧いただきたいと思います。はい、どうぞ。
ゃ。では早速待ってみせろ。今こそ名乗れ。我が名は犬王。俺が聞いてやる。お前たちの物語を。まだだ、まだ足りぬ。自分たちがこの世にいたことを誰かが知るだけでいいんだ。それで報われる。俺たちはここにいるぞって。我らは今ここにあり、我々の物語を消させはせぬ。ここから始まるんだ俺たちは。犬王。さあ予告編の方をご覧いただきました。はい、青木さんいかがでしたか。僕らちょっと先に見させていただいたんですけど、はい、今回ねこちらにポスターがね、うん、飾られてるんですよ、うん、でポスターでね、見届けようぜとか、うん、こういうこうセリフがあるんですけど、うん、これにね私もし一つ足すんであれば、はい、日本の歴史にまた1ページそれを足したいぐらいちょっと足さないでください。なんでですか。これが完成版なんで。いやそれぐらいその日本の歴史の部分に、うんうん、まあ実際ねこういうものがあったんではないかというお話じゃないですか。うんはい、でそれをこの表現、映像で表現する、うん、またアニメーションで表現するっていうのは相当難しいことじゃないですか。うん、そうだね。うん。で、これはもう湯浅監督でしかできないですし、うん、で、これを僕ら見たときに、もう全く知らない歴史というか、そうね。だったので、うん、すごい新しい、こんなのがあったんだっていうのを発見でもありましたので、うんうんうん、ぜひともこの横空白空いてるので入れていただきたい、うん、私は。本当、日本の歴史にまた1ページっていう、ぜひ入れていただきたいぐらいの、それ、はい。買って手書きで入れてください。自分でね。自分で入れてください。すごかったですよ。すごい。うん、はい。じゃあまたね、このミュージカルで、うん。そうなんですよ。今予告編にも出てましたけど、うん、もうこの音楽というか、うん、なんて言えばいいのかな、この日本のこの伝統のね、うん、ものと、この今の、うん、この現代の部分のこのコラボレーションみたいな部分もすごいふんだんに出てましたし、うんはい、もうなんて言えばいいか、もうほんと言葉にならないぐらい、こう熱が先に出てしまうぐらいの、うんうん、私は映画だなと思いました。うん、はい。ありがとうございます。はい。さあ、湯浅監督、簡単で結構でございますので、あらすじの方を教えていただければと、ばと思います。そうですね。今お話になったように、はい、歴史って言うと、なんかまあ学者さんはこう分かってることをこう石橋叩いて、分かってることだけで歴史をこう説明してくれるんですけど、うんはい、もっと何百年も何万人もの人がいたらいろんなことがあったはずだ。はい、ということで、室町時代南北朝の時代に2人の若者、琵琶法師と能楽師の2人が全く新しい出し物を考えてのし上がっていくっていうお話。うんはいはいはい、この、ね、真ん中に映ってる2人ってことですね。はい、このその企画自体はいつ頃から、うんあったんですか。そうですね、もう 3,4 年前にぐらいになると思うんですけど、はい、最初に企画をいただいて、うん、野木さんと脚本をやって、はい、で作業を少ししたところでやっぱりちょっと作業が止まってしまって、はい、1年かしばらく止まって、はい、その後1年半とかかけて去年に出来上がった映画ですね。なるほど。これ古川秀夫さんの原作平家物語犬王の巻っていうものが原作という形なんですけども、こう、もともと知ってましたか？いや、多分、その時はまだ知らなかったですけどね。はいはいはい、平家物語の新訳版が出てるとはなんか聞いてたんですけど、で、平家物語って言っても完全に繋がってるわけではないんですね。平家物語っていうのが、琵琶法師たちが伝えてきた、はい、平家の物語で、うん、で、その伝えてきた琵琶法師とか、能楽師の話なんですね。はいはいはい、なので時代がちょっと後になるんですけど、これをまあ話持ってきてもらった時に、こうおっていう興味引いたところってどこにありますか。そうですね。やっぱプロデューサーがその時代のポップスターを描きたいって言ったのがなんか面白いですね。それで今時のロックスターの、はい、ちっちゃい写真なんかも貼ってあって、はい、なんかそういうのだったら面白いかも。で原作読むと、主人公がちょっと変わった形で生まれてくるっていう、はいはいはい、オカルティックなストーリーがあって、まあ、それが面白そうだなっていう感じで引き受けましたね。まあ、確かにね、その歴史のものでポップスターってなかなか、うん、
相性悪いというか、なんかね、合わないけど、はい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 、逆に。なんか、たけしさんのザトイチとか、ああ G 在素クラシスーパースターみたいな、はいはいはい、あの時代にロックをやったとか、うん、あのザトイチの時代にタップダンスするのとか、なんかそんな感じだと面白く描けるのかなとか、まあ、先ほど言ったように、なんか歴史が小さく想像しすぎじゃないかってずっと思っていて、なるほど。でもっといろんな人がいて、もっとたくさんのことみんな考えてたはずだっていうのを、うん、あの今回書きたいと思って。なるほど、確かにな、まあ、それぞれ絶対何でしょうかね、こうのし上がってやろうっていう人たちは絶対いたでしょうし、そうですね。で、あの文化的なものを残すっていう感じもあんまりなかったんですかね、近年まで。フィルムを全部消して新しい映画撮っちゃったりとか、あのテレビで放送されたやつも消しちゃって次の番組入れちゃったりとか、はい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 、あの本当映画会社とかテレビ局がそんなことをしてたのがほんの数十年前っていう感じなので、たくさん埋もれてた文化ってあったはずなんですよね。で、そこでこういう人たちはもう本当生きるためにやらなければこう表現しなければ生きていけなかったぐらいの人たちなんで、多分相当なことをやっただろうなというふうには思います。なるほど。で、脚本が、ドラマの逃げるは恥だが役に立つなどの、乃木あきこさん、うん、先ほどもね、お話で出てました。はい、こうタッグ組んでみて、いかがでしたか？はい、そうね。めちゃめちゃ強い人だなって思いますね。そうなんです。まあ、ストロングというか。はいはいはい、はい。ストロング、まあ。打ち合わせの時は、最初は僕、そうですね、割と忙しい時期に、その脚本もやっていて。はいはいはい、で、まあ、のんぎさんに、こう、ある程度、こう、お任せするというか、はいはいはい、で、中心にやって、で、で、あの自分が入る時の時に、絵コンテで、書いて、まあ、少しやっぱ変わるんですよね、うん、いろんな背景とかいろんなものが見えてきたら、うん、そこで変わってくると、これはどういうことなんだみたいな感じで、コンテがちょっと私が書いたのとこれ変わってるじゃないかみたいな。なるほど。これはこういうことだから、こういう人じゃ困るみたいな。あ、いやいやいや、でもこうしたいんですけど、はい、いやいや、これはおかしいでしょっていうやり取りが、まあそこから結構激しいやり取りがありましたね。まあでも乃木さんじゃないですか。もう誰もが知るこうね、はいはい、脚本界のトップを走る方なんで、はいはいはい、僕も脚本家の方にはいつもなんか及ばないなって思ってるところはあるんで、はい、できるだけ息を聞きながらも、でも自分も監督なんで、そうですね、ここはやりたいよっていうところはダメで、こうそこで多少バトルがありながら、はい、最後まで釣り合わせていく形の、そうですね、何割ぐらい通ったかなっていう。まさにその岩津監督とさ、はい、乃木さんのさ、うん、やり取りは、うん、セッションみたいな感じで、そうね、まさにこの映画みたいな感じでさ、なんかすごいよりいいものを二人で高めていきたい。ありがたいんですね。うん、なんか四畳半神話体験の時も、うん、なんかやったら、最終的に上田さんがもうちょっとセリフこうした方がいいんじゃないかっていうのを最後にもらったり、でもそれはありがたいんですね。あ、やっぱ、うん、そうした方が良くなるなって思うところはぜひ取り入れたいんで、はい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 、一歩通行だけだと、そうですね、いいか悪いかっていうのが判断のね、材料にもならないっていうか、はい。で、このロックスターとして描かれましたこの犬王についてですけども、ね、はい、こう誰かこうモデルにしたとかっていうのあったりするんですか？どれってことはないんですけどね。はいはい、もう70-80年代のロックスターとか、というか、でもミュージカルの最初の頃の人たちとか、うん、もう雨に歌えばとか、はいはいはい、なんかああいう頃から、ジミ編、ギター弾いてとかジミ編みたいな感じあるし、ね、MC ハマーみたいな横すでにあるし、はいはいはい、マイケル・ジャクソンみたいなダンスもあるし、はいはい、でもこう、裸になってるワイルドな、うん、はいはいはい、なんすかな、トレイスポッティングのオープニング歌ってるような、はい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 、人たちのちょっとセクシーな感じの70-80年代のロックミュージシャンっていうイメージで全体的に作っていますね。あ、なるほど。いや、すごいよね。なんかまあだから言ったら、そのね、路上ミュージシャンみたいなところから、それがちょっとずつ集まってきて話題になってみたいな、でメジャーデビューしたみたいなね。そうだね。うん。いや、すごい。もう、だからなんかその、この色合いも、うん、だからその、なんていうの、この70年代の、このロックスターというか、うんうんうん、その、ピンクだったり、うん、その髪もこういう色とか、うんうんうん、そういうのもなんかそのイメージがこう湧くというか、うんうんうん、この、持ってる琵琶、こうね、絵って、
この形が。そうですね。あの、琵琶っていろいろあるんですね。僕も今回まで知らなかったですけど。はい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 、これは、あの、多分、いろんな琵琶の形があって、これは薩摩琵琶っていうのを、あの、参考にしてますね。当時琵琶がどういうものであったか、どういう弾き方をしてたかっていうのもはっきりはよくわかんなくて、こうじゃないか、ああじゃないかっていうのはいくつかあるんですけど、その中で、戦後の方に多分もっとガーンと広まった薩摩琵琶ですね。すごく激しい弾き方をするんですね。ああ、なるほど。あの、ボディを叩いたりしながら、でっかい鉢でやるんですね。ああ、ボディも叩くんですね。で、フレットが深いから、その深さで音がまた変わるっていう。ああ、なるほど。だから、チョッパーっていうの、そうだね。みたいな音で。多分、平家琵琶は今、こう、静かな感じですけど、もしかしたら当時はこんな激しい琵琶も。あったっていう話もあるんですよね。なるほど、なるほど。あったというし、だから、まあ、薩摩琵琶をモデルに、あの、完全に薩摩琵琶っていうふうにはしてないんですけど。はいはいはい。それを濃くしてるっていう。そうですね。その、あの、左の大きいやつあるじゃないですか。はいはい。左下のこれは、もともとあるやつですか？これ、そうですね。あの、写真、古い写真にあるんですよ。これがでっかい。でっかいやつが。そうですね。そうなんですか。それ多分、ウッドベースをモチーフにとかって勝手に思ってたんですけど、あるんですね。多分あるんですね。はいはいはい。あの、実際弓でこう弾いたっていうのは歴史は残ってないんですけど、誰もやっぱ考えるんですよね。大きいの作ったらどうだろうとか。なるほど。弓ですからね、みんな弓は持ってるんで、こすっちゃったりは誰かしたはずだなって。はいはいはい。確かに確かに。それは。まあ、そういう楽器もありますよね、小さい楽器。そうですね、はい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 、ありますね。で、絶対誰かでっかいものを作っただろうなっていうことから、なんかそういうふうな。はぁ、なるほど。で、まあ今回本当、さっき流れた予告編みたいに、うん、エレキの音が、あの、劇伴として流れてるわけで、実際彼らが弾いてるんですよね。そういう音を出すためには、やっぱこう、弾いて、なるほど。楽器ではないと、そこまでの音は出せないな、っていうのは、はい、確かに見れてます。弾いてるだけでは出ないよね、音ね。音が。いや、すごいなぁ。うん、で、はいはい、キャラクターの原案が松本太陽さんということで、はいはい、両佐監督とこう、進行あった感じですか、もともと。ピンポンっていうアニメーションを作った時に、あの、少し、あの、やらせていただいて、はい、でも、もともと大好きな漫画家さんの方で、はい、あの、で、ちょっとシンパシーを感じるというか、はい、あの、出てきた時に絵が、あ、なんか自分と感覚が近いっていう勝手に思って、まあ、その後ずっとすごい高めに行ってしまいましたけど、でも、感覚がなんとなく近いので、僕的には、自分で、やるより松本さんに書いてもらう方がなんか自分のやりたいことが割とできていくっていうか感じがあって、あと作風がみたいなことですか。そうですね、うん、で書くものはみんなよく見えるしあいいなああこんな方がいいなって、うん、でもそれ見た人が僕が書いたものと松本さんが書いたのと全然違うじゃないですか、はいはい、あこれいいねってなってくるんで、うん、あじゃあこれでいけるっていう感じが、あの松本さんとバチバチはなかったですか乃木さんってですね。そうですね。まだこう、もうちょっとね、お互い気を使いやながらな、やってる感じなんで、いろんなところで松本さんの関係を今回聞かれたりすると、もっと、なんかもっと一緒にやってみれればいいなとはちょっと思いましたけど。今後。あ、そういう風になっていけるっていう。松本さんもどこまで言っていいのか、はい、原作者があんまり口出しすると、あなるほど、みんな困るんじゃないかとか、いろいろ気にしながら、なるほど、なるほど。これぐらいでどうでしょうとかっていう。で、こう、犬王の、声をやられたのが、ロックバンド女王蜂のアブちゃん。こちら、起用された、ね、はい。僕はもう初めましてでした。そうですね。全く知らなかったです、この方も。僕もそんなによくは聞いてなかったんですけど、うん、はいはい、あの、デビルマンクライビールビーっていうのをやった時に、はいはい、あの、古いデビルマンのテレビミュージックを流れる時に、あの、歌っていただいて、まあ、音楽の牛尾さん。からお願いしてやっていただいて、はいはいはい、で、役もちょっとやっていただいたんですね。声を。七色の声を出る役です、うん。それぐらいしか知らなかったんですけど、はい、今回、あの、歌って踊れる人が、あの、この役をやるべきだというふうに思っていたので、実際もというか、ね、としても、うんうんうん。で、相棒の未来さんも、やっぱ、うん、まあ、歌は本気ではないですけど、うん、歌えそうだし、うん、踊りはね、やられてますから。なるほど。いや、でも、ものすごい、僕は初めましてで、うん、初めてこの声優されてる声も聞きましたけど、うん、めちゃくちゃすごい人だなっていう、うんうん、
もうすぐ検索して、あ、こういう方なんだみたいな感じで、うん、全く知らなかったので、うん、でやっぱパフォーマンスがすごいし、まあ、お二人方とも、うん、なんすかね、進捗に自分の表現っていうのをやられてるっていう感じがしたので、そこはやっぱりあの、で最初は役に合うかどうかっていうのをいろいろ考えてたんですけど、もうその2人に乗っかった方がいいのかなっていうことで、逆にお二人のパーソナリティにある程度少しですけど合わせていく感じで、なんかもうキャラクターを決めた感じになりましたね。あ、なるほど。当て書きまではいかないけども、そっちの方にっていう。監督自身、うん、はい、このお二人にやっぱこう求めるものって結構ありました。まあ自由にやってほしいっていう気持ちで、ダメなとこだけこう言うんで、はいはい、まあ演技的に、もう声の演技的にもうちょっとこうしてほしい、役柄的にこうしてほしいってとこはあるけど、うん、まあ、できるだけ、まあ、僕もわかんないですから、やっぱ若い、うん、力というか、もう表現者としてなんかあの、うん、演じていただければ、なんか、まあ、ライブシーンなんかもありますけど、うん、まあ、絵が先にありますけど、できるだけ自分がパフォーマンスを行っているような雰囲気でやってほしいなっていう感じで、ライブフィルムをわざと作るような感じで、音も撮ってたりするような感じになるので。その、まあ、歌は、まあ、言ったら、こう、本職だったりするんで、こう、申し分ないと思うんですけど、アフレコとかは、そうですね。そうですね。それはどうかなと思ってたんですけど、はい、それもバッチリ。予想以上に、そうですね。いろんな声も出せるんですよ。逆に、アニメ声もすごく出せる。アニメアニメしていたなっていう。そうそう、ちょっとそれ可愛すぎますみたいな感じで、もうちょっとこう、うん、子供らしい感じでとかいう感じでありましたね。で、それにオーダーに。そうですね。だから本当、そんなに印象に残ってね、ないぐらいアフレコは淡々と、お二方も進んでった感じですけどね。はあ、その映画の中でもね、うん、その声が変わっていってるっていうのは実際あったじゃないですか。うんうん、はいはい。やっぱそれで、あ、同じ人なのかな、どっちなのかなってやっぱ思っちゃう。うん、その分かんなかったので。はい、本当すぐに多分歌い方なんかも聞いてると瞬時になんか変えられるのか、本人は変えてるつもりがないとも聞くんですけど、どういうふうに、だってふうにもいろいろ、できるっていう風な感じなのかなと思いますけど。マルチに結構いける。器用にね。そう。アフレコの時って、こう、森山さんと二人でもう掛け合いな感じでやられたりとか。それが、まあコロナもあったりとかで、はいはいはい、掛け合いはそんなに多くはなかったんですけど、うん、アフレコ自体は。ここに撮ってっていう感じ。そうですね。へぇー。で、歌入れの時に割と一緒に。ああ、なるほど。なるほど。で、まあ、アブちゃんが全体のこう、歌い方なんかもこう、アイディア出したりとか、はいはいはい、したりとかしてくれたんで、宮井さんもアイディア出したりしながら、なんか、ほんと、二人ので音楽を作っていくような感じで、なんか、本当にこの関係性のような、ありました。作詞も、アブちゃんが、やったりしてると。犬王の舞台はアブちゃんが作詞していますね。とか、一人でボソッと歌う歌とかも、アブちゃんが作詞していますね。へー、すごい。その、岩瀬監督自身が、こういう感じのイメージだけどっていう伝えて作ってもらった感じなんですか？それとも？そうですね。その時にもう絵と歌があって進行してるので、うん、で、舞台上のストーリーを説明する感じではあるんですけど、その中で室町時代の感じでっていう、こう、アブちゃんがこう考えてくれたワードでできてる。感じですね。すごい。声優にも、歌にも、うん、作詞にも。そうよ。すごいですよ、うん。はいはいはい。で、こう、見てね、雰囲気も、はい、もうフェスみたいな。そうですよね。感じになっていく、その映画の中でも。そうですね。うん、やっぱ、それは、イメージとしてはフェスでいいんですか？そうですね。もともと能っていうのが野外でやって一回きりの、はい、ものだったっていうところで、まあ、いろんなところでやってるんですね。うんうんうん、で、また、いろいろ、対決もいろいろ行われてたというので、まあ、離れてはいなかったんですけど、同じ舞台でやってみて、どっちがうまいかみたいな。ああ、なるほど。なるほど。ほんとしょっちゅうやられてたようなので、それはちょっと舞台を変えてやったら、もうほんとフェスみたいな感じになって、こっち来たけど、あっちの方面白いじゃねえか、みたいな。なんかグリーンステージ行こう、レッドステージ行こうみたいな。そうですね。なんか。あ、ここかと思ったら違った、あっちだとか。なるほど。すごく盛り上がってるとこもあったり、そうでもないとこもあったりとか。はいはい。それが対決にみんななっていくみたいな感じも。あ、すごい。
まさにサマソニの原点みたいなことそういうことだね。言うなれば。いや、そう。そうですよね。そう、フェスって言うから、ほんとそうっすね。すげえ。すごいなぁ。だこう、うん、あの、犬王の、まあ言ったら斬新な舞台がこう、うん、どん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 大きくなっていく上で、演出とかも、こう、ね。はいはい。あの、光でね。光でとか、やってたり。そうですね、うん、あの、最大限、これぐらいぐらいまでできたんじゃないかっていう、はいはいはい、できるところをやりましたね。まああの、その当時のある素材でやればこれぐらいのことはできたり、まあ、人力クレーンとかもありますけど、はいはい、当時人力クレーンがあったっていう確証はないんですけど、はいはい、海外にはあったし、作れないことはないし、そうですね、うん、まあそれをこれぐらいの強度のデザインにすればできたんじゃないかっていうところだけこだわってなんか作ったり。いや確かにあのそうです、ね、でっかい布を貼ってとかっていうところって、はいはい、あのすごいなと思ったんですよ、ね、単純にあのライトをあそうやってやればそういう風なライトになるかとか、そうね、でそすごく強いライトに見えるんですけど、うん、多分真っ暗だったらそういう風に見えたんじゃないかなっていう、その当時そんなもの見たことなかった人が見たらすごい嫁も聞いて明るく見えただろうし、はい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 、なんかあの元々能っていうのがこう幻想を見るような、うん、あのものだったりするので、うん、当時の人にはこう見えたっていうところでちょっとあの上乗せして描いてる感じがあります。なるほど。すごいなぁ。いや、あとあの、僕気になったのは、やっぱ、先ほどもおっしゃってた、あの、ダンスのバリエーション。はい、僕あの、体操好きなんですよ。あ、競技のね、はい、そう体操がね。だから、あ、はい、平均台だっていう。ありましたね、そういうシーンが、ね。そうそうそう。はいはいはい。で、あと、あ、床だとか。そうだね。そうですね。はい、あります。はい、あ、基本多分、女子モチーフにしてるかもとか。そういう。男子じゃなく女子を。そうそうそう。はいはい、はい。まあ、本当、舞台、できるだけ綺麗な動きでやりたかったので、うん、ほんのちょっとしたジャンプも、カール・ルイスの幅跳びを参考にしたりとか。そうですね。本当、綺麗な動きで、いろんな古今東西の長い歴史の中で、うんうん、あの自分が知ってるようなものをできるだけこう入れていくような感じ、はいはいはい、そのだからダンスと言われるダンスもあるし、そのアスリートがやってる競技みたいなやつもあるしっていう。で最近聞くとこによると能ってサンプリングでもあるみたいな話も、いろんないいとこを取り入れてどんどんやっていくみたいな感じも能であるっていうふうに言われたんで、あ、よかったとその部分も取り入れて、あ、なるほど、マッチしましたね。ちなみに、その、あの、はい、こういった、この作品の中でも、うん、そういった体操の部分だったり、うん、ダンスのすごい、早い部分が結構多くて、で、逆に能ってなんかこのイメージがすごい遅いっていうイメージがあるんですけど。そうですね。すごくゆっくり歩いていく。そうですよね。滑りやすいみたいな。でも最初に能の方にお話聞いたときに、昔はもっと早かっただろうっていう、うん、その、特に能楽はまだ猿楽と呼ばれていた頃。はいはいはい、はい。で、猿楽でもっと飛んだり跳ねたりするような、もあったし、お笑いとか、今狂言と能って分かれてますけど、それが一緒になってて、はい、モノマネなんかもあったし、歌って踊るっていう、はい、本当あの現在に残るあの世界最古のミュージカルというふうに言われてるんですね。で多分早かったならとことん早かったかもしれないし、はいはいはい、なるほど、はいはいはい、って感じでやってます、ね。あ、そうなんですね。だから能って本当にもう全然一通り見たことはないじゃないですか、僕は。はい、やっぱあの、このゆっくりした形を変えずにこう動くみたいなイメージしかなかったから。うん、頭の重心変えずにみたいな、ね。そう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 。そう、それが。すごく静かなのが多いですね。もう本当ストーリーがわからないぐらい静かな感じなんですよね。でもよくよく見ていくと結構派手なものもあったり。はい、今度鬼滅の刃やるっていうんで、で、あ、でもちょっと楽しみですけどね。どんな風にやるのか、早く動くのかどうかも。ですよね。でもゆっくり、やっぱ対決シーンは最後はゆっくりスローでやるんですかね、なんか。いろいろ喋ることもあるし、なんか。ですよね。まあでも、もしかしたらこう、すごい激しいとこもあるし、はい、あの、ゆっくりしたこともある。またちょっと、僕らの脳のイメージを変えるような感じのものでやるのかな。そうですね、それ見てみたいな。いや、すごい。まあ、歌舞伎もね、なんかワンピースがあったりとか、うん、いろんなこう、はい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 、コラボみたいなのもあるからね。うん、確かに。いや、すごいな、うん、はい。なんか、クライマックスの犬王と友名のパフォーマンスについて、重要になったキーワードってあるんですか？重要な。うん。なんかこう。重要な。あ、というか、
2人がエネルギッシュに生きた感じを描きたいっていうふうに、ね、はいはいはい、この当時こういう人たちがいたんだっていうのをこうちょっと感じてほしいと、詩で中で歌うし、寄れば歯がめちゃくちゃで唾が出てるしみたいな。確かに。あの、この、先ほど、今、あの、映像にも出てたんだけど、はい、このポスターにもあるんだけど、うん、この、なんかこう、二人がコラボするもので、うん、なんか、色みたいなのってすごい表現されてるなって僕感じたんです。はあ、うん、なんか、その、例えば赤とか、はい、そういうのっていうのは監督自身でこう結構決めた感じですか？そうですね。あの、うん、彼らがやってる、平家物語っていうのが大体平家が赤で、うん、あの、はいはいはい、源氏が白で戦ったというふうに言われていて、まあそれがそのうちの紅白歌合戦にそのままなったりとか、あの、運動会で白と赤に分かれてるのがそこから来てるみたいな説があって、はい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 、ああ、なるほど。そこから考えていくと、はい、平家から繋がってるんだ今の時代にっていうような感じがして、はい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 、その中でやっぱあの、隠れてる物語を拾うのが、こう、農屋、ビアなので、はいはい、だからアニメーションとしても、もしくは室町時代にこういう人がいたか、いたんではないか。まあ、伊能ってのは実際いた人物なんですけどね。全く情報が残っていないので。なんかその表現の部分で、はい、その色が僕はこう、パーンとこう、印象的になって、うんうんうん、いや、すごいなと思って。まあ、色もね、だから、その、うん、あと、こう、質問でも来てるんですけども、うん、先ほどもちょっと言ったかな。あの、能楽師と琵琶法師の衣装デザインっていうのは、どのような感じでされたんでしょうかと。琵琶法師さんはパンツ履いてるみたいですけど、そうだね、これね。うん。先ほども言った感じですかね。そうね。これはパンツじゃなくてね、この、上から伸びてるんですよ、着物が。あ、でここは袴の横なんですよね。はい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 。これも袴の横が空いてるって人どれぐらい知ってるのかわからないですけど、僕も絵を描くようになって分かったんですよ。はいはいはい、ああ、ここが空いてます空いてます。はいはい、はい。そうですね。そうやってこう、この服も一回こう持ち上がって、ベルトのとこで一回上がって、ああ、なるほど。で、これもすごく空いてくる。ここ紐引っ張るとチューってこう短くなって。ああ。あの、絞られるとか。絞られるってことですよね。あと、剣振るときはそういうふうにやって、ぐるぐる巻きに袖にしたりとか。はいはいはい、はい。で、あと、その、デザインしてますけど、うん、割と基本的な、こう、着物の形で守っていて。だなんか、一見したら、琵琶法師の方の、あの、裾が、ね、パンタロンみたいなね。あ、なんかイメージがね。感じで多分、ね、捉えたとは思うんですけど。あ、パンタロンね。はい、それも、うん、ありますね。当時多分、裾の広いのはあったりして、うんうん、めちゃくちゃ長いのもあるし、はい、そうですね。それをパンタのまま履いたり、うん、こう絞ってますよね、よく。ああ、はい、はいはいはい。これもほどけば、こんな感じにパーンってなるような。なるほど。はいはい。まあでも、あの、絶対に、ここら辺のデザインは、なんか、キャラクター、アニメのキャラクター全員をやってる伊藤くんが、あの、描いたものを、で、大体やっていますね。この言われてみたら、ここね、なんか袴とか履いたらここ開くもんね。確かに。で、完全にみんなトランクス見えるみたいな感じでどうするみたいな。なんか、ああいう感じありますもんね。みんなあそこは。それをきちっと書きたいなと思って。ここも、すごい。こういうのあるんですよね。ここだけしか繋がってないとか。女性の肩口出すみたいな。そうそう。だから前からパッて手出されるんですよね。下から。ああ、なるほど。あ、なるほど、ね。鎌倉殿とか見ると僕そういうのばっかり見てますね。なんかあ、ここ絞ってやる。あ、こう絞った時こう人どう見えるんだろうと思って。ずっとそればっかり見てます、ね。やっぱすごい視点で見られてますね。すごい。ああ、はい、なんかね、あの、もう一個気になったのが、はい、うん、犬王の犬っていう字。はい。ね、たまんないとか、どういうふうに、そうね、これ、やってるんですか？なんか、まあ、あの、デザイナーの方に、こう、デザインしてもらってるんですけど、はいはいはい。なんか、旧字で、こういうふうに似たようなのはあって、はいはい、多分犬の形から来てるのかな。これ、ウィッとこうやると、犬が走ってるみたいに、ちょっと見える。これが尻尾で、はいはいはい、これが足で、これが、点が頭みたいな。はい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 。こう走ってるのが縦になって犬っていうようになったんじゃないか、みたいな。ね、王っていう字は、剣じゃないか。剣が刺さったのから、そう。まあ、ちょっと想像しづらいですけどね、性が多いから。あ、犬でもかけてる。これが横棒で、はい、こう剣から。来て、なんか、これが地面でみたいな。僕が見たやつはそういうような感じでできたんではないかって説明してありました。すごい。で、
はい、あ、これは言わない方がいいのかな。危なかった。危なかった。監督、もしかしたらネタバレの可能性もね。ネタバレか、はい。なんで、そうね、犬王って名前が決まったのかとか、あ、決まったのかとか、なるほど。なぜ犬王が、変わった形で生まれてきたのかとか、うん、そういうのをこう、謎解き風な感じで、うん、語られていく感じになりますね。はい。危なかったな。いや、ほんといろいろね、監督もお話ししたいこといっぱいあるからね。いや、そうですね。いや、ほんと作品の中でもね、はい、いろんな場所、うん、みたいなところがまた、出てて、うんうん、厳島神社とかさ、うん、出てて、またそれもね、うん、これもう本当に作品を見ていただきたい。いや、そうっすよ。めちゃくちゃ綺麗だし。もう厳島神社の、なんていうか、潮の流れのあのシーンとかもあるから、うん、私も好きで、ああ、もうあそこの厳島の島のところのホテルを、もう僕は泊まった人なので、好きすぎて。すいません、監督。いや、はい。西田時と引いた時とどっちも見たんですよ。そうなんですよ。夜あそこで船行って、もう下から見るのもやりましたし。いいですね。はい。朝見て、みたいな、降りたりもして、大好きなんですよ、あれが。本当に。そうですね。もう曇った時なんか、本当山の方行くのもいいですよね。なんか雨とか降ったりと、すぐ幻想的に霧がかかって。すごいんですよ、ね。そうなんですね。はい。ね、福島神社にそんな思い出があった。あんま聞いたことなかったんで、俺。そうなんですよ。まあ、ほんの途中に出てくると思います。途中に出てくる。で、また、ビアホースたちのね、シーンもあるので、ほんとすごい、あそこ。より、だから行ったから、思い入れが強かったんでしょうね。ああ、そうだってなって。はい。監督自身、こう、アニメーション監督として最も、こう、大事にしていることとかってあったりしますか、うん、そうです。できるだけ、絵で描いていこうっていうふうな、絵で表現していこうっていうふうな感じがありますね。もちろん、ちゃんとしたお話があって、まあそれを、でもやっぱ絵で表現できないとダメなので、まあ、これ時代劇でもあったんで、できるだけ紐が描かれたら、まあ、今回はとにかく紐がなんでできているのか、とこを考えてアップになると、素材、そうですね。これは鶴で描いてるから、こういうふうなカットの仕方になっていて、これは酔ってやるんで、やっぱちょっとほつれた。線がないといけないとか、これは革なのできっちりこう面ができて結ばれているとか、はいはいはい、ことは割とこだわってやりましたね。あ、なるほど。とか、そうで今回室町時代のなんか帽子の被り方なんかも徹底してやってるので、そこのこだわりもぜひ、ね、飛んだ部分としっかりこう逆に抑えてる部分がある。殿様というか足利とかは。そうですね。ザ、室町みたいな。そうですね、うんうんうん。あれも着てるのが TPO が難しいんですよ。意外とたくさんあるんですよね、服って。ああ、そうなんですね。そう、同じの着てるようで、ちょっとずつ違うんですよ。こういう場合にはこうです。こういう場合にはこうです。みたいな。それも結構苦労してるので。細部にわたって。好きな人は見ていただきたい。そうですね。見ていただきたい。いや、これをご覧の方はもう、はい、多分細部めちゃくちゃ見ると思います、ね。そうだね、うん、はいはい。何度見てもいいと思うので。そうですね。確認してみたい。一回ではな、ね、と思います。一回はね、音聞いて、一回は見て。そうだね。うん。分けて、そう。三回目は全部を取り込んでみたいな。はい。形になると思います。はい、さあ、岩佐監督がですね、思う最高の映画、理想の映画っていうのはどういう映画になりますか？そうですね。これ難しいなと思ったんですけど。はい。泥のカーブ好きだったんですけど、うん、最高2001年宇宙の旅っていうのが、うん、もう本当キューブリックっていうのが、はい、本当渾身の力で作っていくって、まあ、先ほどなんですかね、物が何でできてるかこだわると言いましたけど、うんうんうん、本当全部こだわっていく、うん、で隅々まで作り上げていくっていう映画として、なんかすごく分かりやすい形でできたのが2001年宇宙の旅のような気がしますね。どんどんコンピューターとかも古くなっていきますけど、全然古いと見えてもやっぱ全然いいなと思って、ただ黙って見てられますね。なんかポッドがずっとゆっくり動いていくのもずっとゆっくり見てます、すごい。そういうそのやっぱ細部にこだわるっていうのも、そうね、絵でずっと見てられる、ずっと見てられるな、これって。で、岩佐監督自身もやっぱ細部にこだわるようなってことになる、ね。そうですね。なかなかやってないですけど、できるだけ今回頑張ってやっていきます、ね。なるほどな。いや、すごい。2001年宇宙の旅ですよ。うん。はい、すいません。厳島神社出てこないですけど、大丈夫ですか？あ、いや、大丈夫です。いや、僕もめちゃくちゃ見てます。本当に。なので、わ、すごい。うん。はい。はい。
さあ、残念ながらお時間がやってきてしまいましたというわけでございますので、最後にですね、視聴者の方に向けて一言お願いできればと思います。はいはい、面白い映画ができたと思います。今お話ししたい通り、やっぱでっかい画面で大きい音で聞いてほしいので、うん、ぜひ劇場にいらしてください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、本日はですね、映画犬王の湯浅政明監督にご出演していただきました。湯浅監督、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、映画犬王はですね、5月28日より全国で公開されますので、はい、ぜひ劇場でご覧ください。はい。さあ、来週のシネマトゥデイライブでございますが、はい、映画、キサラギ駅のですね、長江二郎監督をゲストにお迎えしてお送りしますので、お見逃しのないようチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。お願いします。それでは、また来週です。さよなら。さよなら。